皆さんこんにちは。今回のビデオではキュートで魅力的で感動的でさえある動物の子供たちを紹介します。ご注意ください。このビデオの視聴中には自分でも知らなかった優しい気持ちが湧き起こったり、不意に笑顔になったり、画面を撫でたいという気持ちに襲われる可能性があります。フェネックスはインターネット上でよく見かける動物です。北アフリカやアラビア半島に生息する小さなキツネで、ダンボのように空を飛べそうなくらい大きな耳が特徴です。この大きな耳は音を集めるためだけではなく、気温の高い乾燥地帯で体温調節をするのに役立っています。大人のフェネックスと同様、子供たちも大きな丸い目をしていますが、とてもずる賢い顔つきを見せることがあります。いくらふわふわで愛らしくても、結局のところ何といってもフェネックスはずる賢さで知られているキツネなのです。フェネックスに魅了される人は多く、ペットとして飼いならしている人もいるほどです。漫画のようにうるうるとした大きな目を持つスローロリスは、東南アジアの熱帯ジャングルに生息しています。しっかりとした毛に覆われ、また握力の強い足が特徴です。この足でスローロリスは数時間にもわたって木にぶら下がることができ、また実際にそういう姿が見られます。このような愛らしい容姿ながら、スローロリスは毒を持っています。毒は肘の内側にある線から分泌され、噛みつくことで歯から注入されます。スローロリスは現在では絶滅危惧種としてレッドブックに登録されています。大人の大きなイノシシがかつてはこんなに愛らしいウリ坊だったとは、にわかには信じがたい気がします。それにしてもよく見てください。この愛くるしいウリ坊たちはまるでシマリスのようです。生まれたばかりのイノシシの赤ちゃんは全体が栗色で、背中には淡い黄色の縦縞模様があります。これは森の中で見つかりにくいようにする一種のカモフラージュの機能があります。成長するにつれ、背中のシマの色は徐々に濃く目立たなくなり、やがて全身が褐色になります。秋頃にはしっかりとした新しい毛が生えてきて密になり、中にはカールする場合もあります。この巻き毛のイノシシの赤ちゃんを見てください。イノシシの赤ちゃんたちが互いにぴったりと身を寄せ合って眠っていると、そこに一体何匹いるのかさっぱりわかりません。またこの様子を見ていると、笑顔を抑えることはほぼ不可能です。生まれたての赤ちゃんの体重はわずか1キロ程度ですが、1年後には40倍にもなります。ゾウのお母さんは通常1回の出産で1匹の赤ちゃんを産みます。ですからゾウの赤ちゃんはお母さんの愛情を一身に受けて育ちます。生まれたての赤ちゃんの体重は90キロから120キログラムで、体長は1メートル程度です。ゾウの赤ちゃんの鼻は大人と比べて短く、そのため余計に愛らしく見えます。ゾウの赤ちゃんは頑張り屋さんで、生まれてたった15分から30分後には立ち上がり、お母さんの後を追いかけます。ゾウの子供たちは水浴びが大好きです。また歩いている途中で寝転んだり、お母さんがよそ見している間にふざけたり、人間の子供と同様遊ぶのが大好きです。人間の子供そっくりなのはやはりゴリラの赤ちゃんです。手に食べ物を持って用心深く周囲を見回したり、また何よりもおふざけが大好きです。生後間もない赤ちゃんはお母さんの毛をつかみ、お母さんは赤ちゃんを胸にギュッと抱きます。少し成長すると赤ちゃんはお母さんの背中に登り、どこに行くにもくっついていきます。たとえ私たちの目には居心地が悪そうな体勢に見えても、ゴリラの子供たちはお母さんの背中が一番なのです。皆さんも子供の頃、お母さんにおんぶしてもらったり、お父さんに肩車してもらったことでしょう。これはいつまでも子供たちの一番のお気に入りなのです。バクは実はとても古い生き物で、5500年ほど前から地球に存在していたと考えられています。以前は地球全体に広く分布していましたが、今日では
南アメリカと東南アジアにのみ生息しています。バクの子供の体には白い斑点と縞模様があり、肉食動物から身を守るための天然のカモフラージュ柄となっています。先ほど紹介したイノシシの子供に少し似ています。生後6ヶ月頃にはこのカムフラージュ模様は消えてゆき、お母さんと同じような全身チョコレート色になります。バクの子供たちはとても活発で、周りのものすべてに興味を示します。この可愛らしい赤ちゃんは生まれてすぐに立ち上がり、生後2日も経つと勝手にあちこちへ歩き回ります。子供たちはこの長い鼻をあちこちに突っ込んでは面白いもの探しの冒険をするのです。野生のワオキツネザルの赤ちゃんを見たいならマダガスカル島へ行く必要があります。しかし野生でなくても間近で見たいということなら、南アフリカ大陸にある霊長類保護区のモンキーランド以上の場所はどこにもないでしょう。生まれたての赤ちゃんの体重は 80g から 120g です。赤ちゃんはお母さんの毛につかまりぶら下がります。生後1ヶ月まではお母さんザルは赤ちゃんを前に抱え、それ以降はおんぶをします。レッサーパンダはキツネに似たパンダという名前を持つ動物ですが、実際にはどちらの仲間でもありません。レッサーパンダは大人になると生涯一緒に過ごす家族を形成します。メスは1回の出産で1匹から4匹の子供を産みます。お母さんは出産前にちょうど良い木の穴を見つけ、そこに柔らかい草や苔を敷き詰めます。赤ちゃんはとても小さく、目も見えず耳も聞こえない状態で生まれます。信じられないことに体重はわずか 100g です。そんな赤ちゃんも徐々に成長し、やがてお父さんやお母さんのようなふさふさの毛が生え、少し不格好でおかしな、そして底抜けに可愛らしい姿に変身するのです。もし皆さんが一度でもヤギの群れを見たことがあるなら、おそらく大人のヤギたちの中に遊んでばかりの小さなヤギがいたことに気づいたでしょう。このような落ち着きのない子ヤギたちの姿を見ていると、ついつい笑みがこぼれてしまいます。子ヤギたちはとても愛らしいだけでなく、いつも賑やかで好奇心旺盛です。ヤギのお母さんは一度に1匹から5匹の赤ちゃんを産みます。赤ちゃんはすでにかなり大きく、しっかりとした毛が生えています。生まれてわずか数時間で赤ちゃんヤギは立ち上がります。数週間の間、子ヤギたちはお母さんのミルクで育ち、その後徐々に草や干し草を食べるようになります。からかったり嫌がることをしなければ、子ヤギたちと仲良くすることは難しくありません。おそらくほとんどの人はテレビ、インターネット、または科学雑誌でしかサイを見たことがないでしょう。サイはゆったりとして穏やかそうに見えますが、一旦危険を感じた場合は攻撃的になります。しかし小さなサイに関しては心配はありません。子供のサイは私たちの心にただただ優しさと喜びを引き起こすのみです。メスのサイの妊娠期間は15ヶ月から18ヶ月に及び、一度の出産で体重20キロから35キログラムの赤ちゃんを1匹だけ産みます。誕生の瞬間から独り立ちするまでは3年半ほどかかります。大人になったカバを見て魅力的だと感じる人はかなり少数派でしょう。ほとんどの人はその巨体を前にするとおそらく身の危険を感じることでしょう。しかしこのようにユーモラスな姿の子供のカバについては話は別です。メスの妊娠期間は最長8ヶ月間です。出産前にメスは群れから離れます。水中で出産したという報告がほとんどですが、陸上での出産の報告もあり、その場合メスは出産前に草や茂みを踏みつけて巣のような場所を作ると言われています。一度の出産で生まれるのは1匹だけで、体重は27キロから50キログラム、体長は約1メートルです。赤ちゃんが生まれるとすぐにお母さんカバは赤ちゃんが呼吸できるように水面に押し上げます。そうでないと
赤ちゃんカバは40秒以上息を止めることができないので窒息死してしまいます。生後わずか5分でカバの赤ちゃんは立ち上がります。お母さんカバは約18ヶ月間子供の世話をします。動物の子供たちの姿は本当に愛らしくユーモラスです。これはどんな冷酷な人間の心にも良い感情が生まれるように自然が意図的にそのようにしたのかもしれません。もしご賛成ならいいねを押してください。またお会いしましょう。